お疲れちゃんスラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日紹介するデッキはですね、こちら、バルーンデッキなんですけど、バルーンデッキになぜかウォールブレイクが入っちゃったよデッキですね。はい。なんかこれ、わかんないですけど、グラチャレ12勝にちょくちょくいるんですよ。本当に。なんでこれってなっちゃうんですけど、まあ、そんぐらいね、その、バルーンにウォールブレイクが入っちゃうぐらい、ウォールブレイクがただ強い、っていうことだと思うんですけど、まあというわけで、この意味わかんないデッキを今日は触っていきたいなと思います。さっきねこれ撮ったんですけど、スパーキーにエリゴルスパーキーにね、もうやられちゃって、はい、ちょっとねあんま言いづらいことなんですけど、ボツりましたね。このバツ1、これよ、これやられちゃいましたからね。スパーキーはいいんですけど、エリゴルがね止まんない、エリゴリが。はい。というところで、なんで、空、バルーンって空じゃないですか、言ったら、空で攻めるのに、なんで陸で攻めるウォールブレイカー入れたのって、結局陸のカードで守られちゃうやんっていうのはすごいあるんですけど、まあ、それは作った人に言ってください、みたいなところがありましてですね、マッチングがちょっとお長いですね。はい。で、まあ、バルーンデッキなんだけど、まあ、もしね、相手がね、もう対空ばっか、お前対空しかいないじゃんってなった時に、まあ、最悪バルーンを出さずに立ち回れるっていうのはね、まあ、ちょっと強みかな。言ったら、ロイジャイデッキとホグデッキ、なんか、ジャイバルーンとか、ジャイバルデッキとかと一緒のような感じじゃない？相手が空いっぱい持ってたらバルーン飛ばさずにジャイで攻めるみたいな。逆に相手が対空少ないならね、ジャイ出さずにバルーンで攻めるみたいな感じだと思います。来た！マッチング。マッチングしたの全然気づかなかった。よろしくんというわけで、まあ、ウォールブレイカー基本的に飛ばしていいと思いますね。2コスなんで。2コスなんで飛ばしますけど、僕あんま単体で飛ばすのね、好きじゃないんですよ。これいつもやってるんですけど、やっぱ僕、ザップだけとかで結局処理されちゃうじゃないですか。もう嫌なんですよ、それが。なんで、リガート、つけて飛ばしますと。ほら、だって、ほら、こういうこと。だって今ね、ディガー飛ばしてなかったら、これただノーダメで抑えられてますからね。マジ。結局ね、そういうことなんですよ。ケチの、気持ちっていうのはすごい大事なんですよね。そういう、ケチ魂。大事になってきますね。はい。というところで、これ、バルキリーで受けちゃって、このバルキリーをね、トリトンで後ろに引っ張ってくると、なかなかうまいですね。すごい分かってる方だとなるんですけど、まあまあまあ。いやー、でもこのウッドもね、ネクロを処理されちゃうので痛いですね。オッケー、もうここでもうね、逆再攻めますね。はい、一旦攻めます。で、これ多分ね、早い、エリキが早いですけど。これ、タルボを飛ばして、まあ、このバルキリーね、ちょっと、気持ち、うざいよねっていう嫌がらせしますね。で、このドリトンもね、ちょっとね、一発入りそうなんだよな。雪玉で止めて。ああ、この時バルーンありましたね。忘れてましたけど。バルーンね、正直飛ばさなくて勝てそうですね。これなんか、バルーンいらないかもしれない。だってこれにネクロぐらい。はい、咲きます。けど、エレキがないから、バーン。はい。このデッキね、気づきました。いらねえわ、こいつ。バルーン。まあでも、ここでネクロとエレキ咲いたら、エレキまで相手が咲いちゃって、たらね、もうシャーなしでバルーン飛ばしてあげてもいいかなみたいなところあるんですけど、よいしょ。で、ここにコウモリ出しておくことによって、これに対して相手は確定演出でバルーンをつく、あれを使いたいと思うんですよ。エレクトロウィザー、まあこっちか、さすがに。あー、これね、やりすぎかも、やりすぎちゃったゲーミングかもしれないけど、まあでもこんぐらいやってもいいかな。したらたまたまね、両サイ行ってますね。で、まあこれ僕多分右側はどうせ守れないんで、左をね、守りたいんですけど、とか言いつつ、やばい。受けがね。でもエレクトロウィザーを相手落とすには多分きつい。おあげ？あ、これウォールブレイカー、バイバイしてもよかったですけど、はい、来ましたね。さすがにこれはもう、ゆきゆきどんどんじゃないでしょうか。というところで、結論。こちらね、バルーンウォールブレイカーデッキ、バルーンいらねえっていうね、結論になっちゃいましたね。まあでも、バルーンがいい味出してたのかもしれないんでね、実は。実はね、バルーンが陰でね、いい活躍をしていたのかもしれないんでね、そこはまあ、触れずにというところで、さあ、行きましょう、どんどん。で、今日ね、久しぶりに、みんなで遊ぶので、まあ、言うて、みんなで遊ぶで、これ、同じ日にね、動画撮ってるんで、
同じ日なんですけど、結局、久しぶりにね、時間があるので、やっぱ家にずっといると暇なんですよね。暇なので、時間があるから、久しぶりに、いつも髪セットとかしないんですけど、久しぶりに髪セットしようと思ってまして、まあまだしてないんですけど、でも髪がね、めっちゃ伸びちゃってて、そう、やばいんですよ。8月10日ぐらいに僕髪切って、それ以来一個も切ってないんですよね、髪。だから、まあ言ったらもうボーボーなわけなんですよ、髪が。長すぎゲーミングしてるわけなんですけど、だから髪伸びてる時ってセット鬼むずいんですよね。こう皆さん、高校生ぐらいからかな、セットし始めると思うんですけど、やばい。こう、行かれるかも。髪がね、伸びるとね、髪めっちゃセットしにくいんですよ。まあ髪質とか、その人のうまさとかにもよるかもしんないんですけど、僕もともとセットとかそんな上手じゃなくて、だからすごい久しぶりなんですよね、髪のセット。韓国いる時って、僕たちメイク、してるんですけど、してくれる人たちがいるんですよね。セット、髪のセットと髪のメイクを。だからその人たちのもう気分によっちゃうんですよね、この今日の髪型っていうのが。基本的にいつもやばい、これね、あっちに竹取って、え、なんでボーラーディガーに竹取んないの。これはちょっとね、訴えれるな。はい、なんで髪基本的にセットはあっちを全部してくれるんで、久しぶりなんですよね、髪セットするのが。だから髪セットするのがちょっと楽しみみたいなところはありますけど。よいしょ。これね、上だけここ完全処理してあげたらね、たまたま残ったやつらが頑張ってくれる。おら！あー、やばい。やばい。プッチョが暴れる。いや、マジで俺ね、強いんだよ、君たち。で、ボーラーがいるので、キング狙いたいけどね、キング狙いたいけど、気づいた。ボーラーがいるからバルーンだ。このね、ボールブレイカーが今通んないんですよ、あいつがいることによって。だから、こいつを処理してから、ボールブレイカー飛ばすと、これうまっ！ビビビレブル、ビビレブル、オッケー、来た！あ、勝った。え？勝ったっけこれ。1!1 ですって、あなた。それはもうね、上げる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 。雪玉で終わるから。来ました。奇跡の1残しの男でした。というわけでね、ちょっとね、セットをね、髪切ったすぐとかだったらね、すごいやりやすいんですけど、髪が伸びるとね、なかなかやりにくいんですよね。まあでも、言うて焼き鳥と天ごっととかとご飯食べるだけなんで、まあ食べた後にお泊まりするんでね、また、お泊まり動画も出すかもしれないんですけど、まあまあまあ、というところで、まあセットでも僕ね、高校3年ぐらいから正直し始めて、ましたね。なんかアイロンぐらいなら、中学か高1、高2ぐらいとかかな、わかんないですけど、あんま全然その身だしなみとか全然気にしなかったんで、髪とかも。正直大学とか高3ぐらいからちゃんとし始めたぐらいなんでね。まあでも、できてそうはないと思いますけど、僕は全然そんなうまくできるタイプじゃないですけど、なんで、いけつばの動画とかはしっかり見ましたね。うまいんですよ。イケメンはね、もう、そういうところも当たり前にできますからね。ちょっと羨ましいですね。はい、というところで、相手のデッキはロイジャイですね。ロイジャイなんですけど、めっちゃ重いできますね、この人は。これを、ネクロマン、で受けたい。で、ここをね、この位置に出すことによって、あ、はい、おしゃれに両サイ防衛しようと思いましたけど、失敗してハードドカウンター来そうですね。で、相手もしかしたらロイジャイじゃないかもしれない。で、オーブンが回ってないので、ここでウォールブレイカー飛ばすと、相手はメガゴかな、エレクトウィザー、あ、メガゴ、あ、スケラでしたね。いや、僕もスケラかなと思ったんですよ、ちょっと。あ、これ終わる。これね、誰しもが分かると思うけど、これ終わりますね。あ、割り切り出したら間に合わないや。というところで、まあ、1個落とされちゃいましたけど、まあ、600まで削ってるので、まあ、あとは相手が多分僕がね、ただの、ウォールブレーカーデッキだと思っていますので、そこをバルーンで。はい、来た。これ、相手もね、もう俺がバルーン持ってるって知らないから、簡単にメガゴなんか割いちゃってますね。あ、強っ、ネクロ、強っ。切れそう。ネクロは強い。
はい。まあでも、これ2周目ですね。ここ、これ。これ、メガゴだとね、このネイクルがやっぱうざいと思うんですよ。あー、ポイズンうざい。ポイズンうざい。メガゴなんかよりポイズンがうざい。まあでも、ディーガー飛ばして、オッケー、これコウモリ追加すると、オーケーイ、バルーンの爆破と、まあ、ディーガーで落としちゃうよと。さあ、いいよ。いい流れ。で、今、相手防衛ポイズンを裂いたので、まあ、回るかもしんないんですけど、後ろにバルキリー大きいの、バルキリーじゃねえわ。ネクロか。はい。ネクロ、お、これね、相手ね、施設もなんもないから、これ結構辛いんじゃね？あー、それはいい。それうまい。あ、でもバルキリーだけ取っちゃってるわ。来た。これだって入るよ、これ。雪玉待ってないでしょ、君。おいしい。来ました。もう一発？気合が違う。俺のバルーン、気合が違う。よいしょ。おい、落ちてゆく。というところで、なーにか知らないけど、勝っちゃってますね。なんで、ウォールブレイカー、まあ、バルーン多分あんま飛ばしてないんですけど、僕、多分あれですね。バルーンあんま飛ばさずに回して、相手が、お前、ウォールブレイカーデッキやんってなって、メカゴとか太鼓をバシバシ裂いてきたところを、バルーンっぽいでタワー落としていく戦術だと思います。はい。なんで、まあ、バルーン隠してね、ぜひ立ち回ってみてはいいんじゃないでしょうか。というところで、本日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もね、よろしくお願いします。コメントもね、ぜひぜひ、待ってます。というところで、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、バイバイ。